たる5月6日に東京ドームで行われた世界2階級制覇王者のルイスネリ、メキシコ、を、6回 TKO で撃破した世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上直也、大橋。初回にキャリア初ダウンを喫しながらも、そこから3度のダウンを奪い返す圧倒的なパフォーマンスは世界を熱狂させた。動画、これぞヘビー級。 巨漢フューリーがフラフラになった牛久の強打をチェック試合の余韻が残る今月9日には、米老保専門誌、ザリングが階級を超えた格付けランク、パウンド・フォー・パウンド、TFP で1位に選出。WBA スーパー、WBC、WBO スーパー世界ウェルター級統一王者のテレンス・クロフォード、米国と入れ替わる形での首位返り咲きが大きな話題となった。ただ、 ド迫力の激闘が井上の1位票を揺るがせた。現地時間5月19日に独自の PFP を公表した米スポーツメディア、スポーティング・ニュースは、前日にサウジアラビアのシュトリアドで行われた世界ヘビー級4団体統一戦でタイソン・フューリー、イギリスを判定で破り、史上初のヘビー級4団体統一を達成したオレクサンドルーシク、ウクライナを1位に選出。 3位から堂々の格上げとした、フューリーからダウンを奪った試合内容、そして井上とクロフォードに並ぶ2階級での4団体統一もやってのけた牛久が1位となるのは、もはや必然かもしれない。同メディアは、牛久が PFP 最強だというのは、この時期のリア度がとても熱いというのと同じようなことだ、と説明。さらに、2012年ロンドン五輪王者の俊敏で知的なサウスポーは、 プロキャリアでも同じく成功した彼は PFP のスーパースターとしてあるべき姿を体現していると褒めちぎった。もっとも、井上に対する評価が極端に落ち込んだわけではない。スポーティング・ニュースのジャーナリストで、かつて、ザ・リングの編集長も務めていたトム・グレー氏は、戦術の PFP 公表後に X を更新。そこで自らの見解を示している。 井上には同情せざるを得ない。彼はフルトンを倒して PFP1 位になったが、その5日後にバド、クロフォードにその座を奪われた。そして、メリセンの12日後となった今、牛久が井上をトップの座から引きずり下ろした。ここまでのことは予測できないものだった。しかし、モンスターはいつかその座を取り戻すだろう。覚えておくべきだ。 今や日常的に牛久や黒フォードといった名手と比較される井上は、世界的に見ても三本の指に入るボクサーとなったと言っていい。その事実には改めて驚かされるばかりだ。文、構成、ここからネクスト編集部。